トキ俊一ラジオタイムウィズユー。皆さんこんばんは、トキ俊一です。この番組は僕トキ俊一とリスナーのあなたが週の後半木曜夜に同じ時間を過ごしていく番組です。12月の21日、今週末はいよいよクリスマスとなってまいりました。土日が23、24で、25が月曜日だから、多分24日は街がクリスマス一色になるんでしょうね。なんか渋谷にはね、仕事でよく行くんですけど、あの渋谷のポスターには、渋谷にこの街にサイレントナイトは似合わないっていうポスターが貼ってあって、渋谷らしいなーってもうちょっと違ったらごめんなさい、でもなんかいいポスターだなって、そのもう堂々と騒ごうぜっていうことをこうね、全面的に打ち出したポスターって悪い気はしないなって。僕はどっちかっていうと内々でのんびり過ごしたいタイプではあるんですけどね。24日の夜は僕も個人的なあの事務所のチャンネルでね、生放送をしようと思っておりますので、もしお時間がある方、ぜひ見に来てくださればななんて思います。僕もお酒とかを片手に、チキンとかを片手にいろいろ話しながら、皆様が今年一番買って良かったものっていうものを紹介していこうと思っておりますので、ぜひぜひお楽しみに、一緒に楽しみましょう。はい、ということで皆様もね、どんなクリスマスを過ごすのか、よかったら教えてください。始めていきますよ。トキ俊一ラジオタイムウィズユー、最後までよろしくお願いします。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りいたします。改めまして時俊一です。まずはね、ちょっと近況トークのお時間でございます。今日はもう前もって言うと、写真集とか、DVD、 ライブ DVD を一緒に買ってくださった方たちのこう接近のイベントのお便りがたくさん届いているので、それもお話をしていこうと思うんですが、そこであったこのラジオと関係する出来事をちょっとお話ししようと思うんですが、結構な方たちがトゥルトゥルを言ってもらっていいですかって僕とお話ししてる時に、最後にトゥルトゥルトゥルって言ってもらっていいですか、言ってもらっていいですかってなんだろうと思いながら、全然嫌だとかじゃないんですよ、嫌だとかじゃないんですけど笑い、その最後にトゥルトゥルですってありがとうございました、ありがとうございました、ありがてえなって思いながら、トゥルトゥルと言わせていただいたんですけれども、ラジオをたくさん聞いてくださってるんだなと思いつつ、恥ずかしくてもみんなの前でお話ししてよかったなと思いつつ、あれティルティルだと思ってたらティルティルなんですね。イントネーションも難しい、俺だけなのかもしれないですけれども、結構ね、そういうなんて言うんでしょう、パッと見て読めない、でもそういうのの方が、こうやって読むんだっていう風に脳の中のシナプスが出来上がった瞬間に覚えてるっていう、そういうなんかなんだろうね、PR 活動みたいなものもあるのかもしれないですよね。なんか面白いなと思いつつ、ティル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 、ティルティルです、皆様、トゥルトゥルじゃないです。中にはトゥルトゥルで合ってますって僕にイントネーションを聞いてくる人もいて、合ってるとかじゃない僕が間違ったのを合ってるって言われてもなって思いながら、合ってる合ってるんですっていう話はしましたけど、ティルティルです、皆さん覚えていただきたいなと思っております。はい、ということで今回はそのお渡し会、イベントのお話しさせていただきます。2通連続でご紹介します。2通連続でご紹介します。1つ目、山さんからいただきました。トキさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。先日行われたミニトーク&ハイタッチ会にご縁があり参加いたしました。自分自身ハイタッチ会という未知なイベント内容で
当日も友人とどうしたらいい、ハイタッチ会とは、なんて戸惑っていました。けれど時さんを目の前にしたらもうあっという間で、アーティスト活動や台湾での撮影小話たくさん聞けて、お話聞けて楽しかったです。不安だったけど初めてのハイタッチ会が時さんでよかったと思える素敵時間を過ごせました。これからも時さんのアーティスト活動を応援しております。改めてミニトーク&ハイタッチ会お疲れ様でした。ありがとうございます。さあ続けてヨナさんのお便りも紹介させていただきます。時さんこんばんは。こんばんはです。先日のミニトーク&ハイタッチ会参加させていただきました。撮影時の裏話やバースデーライブのオーディオコメンタリーという名の同時視聴会で、時さんが楽しそうにお話しされているのを見て、こちらも自然と笑顔になりました。特に印象的だったのが、ライブ映像を視聴している際の自分がお客さんとして見ていた方とご縁で一緒にお仕事をしている、別の現場で一緒だった方々とまた別のところでも一緒にお仕事をしていると、お話ししてくださったところで、10年と決して短くない時間をこちらからは押し量れないほどの努力や苦悩を重ねて今があり、その集大成ともいえる映像をどんな気持ちで見ているのだろうと思うと、自然と涙が浮かんでいました。翌日転職活動で面接があり、無事正社員として内定をいただきました。おお、おめでとう。大学の同期から遅れること4年、やっとスタートラインに立てた気がしました。ハイタッチでいただいた勇気を胸に頑張りたいと思います。もうまず就職おめでとうございます。転職、よかったね。まあ最初はね、もしかしたら大変かもしれないけど、続くことを祈っております。頑張ってください。そして山さんもヨナさんも、ポニキャンさんの方で、ライブのブルーレイ DVD と写真集をセットで買っていただいた方がご招待されるイベント、来てくださった方たちもありがとうございました。そうだね、ハイタッチ会っていろんなこうハイタッチ会があって、両手でイエーイっていうハイタッチ会もあれば、今回やったのは僕もね、当日までどういうハイタッチ会か知らなかったんですけど、僕が入り口でこう、なんて説明したらいいかって言って一番最初に思いついたのは、ホームランを打った人を迎え入れる時のベンチっていう、イエーイ、片手でイエーイってこうパー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 ンってやっていく形なんですけど、わからないよね。まあ片手でお互いに片手でパシーンってこうハイタッチをして帰っていくところを、僕がほぼお見送りをするっていう形のハイタッチ会やらせていただいて、両手でパーンだとちょっとだけ話す時間あるんだけどね、その片手のハイタッチだと本当に一瞬じゃないですか。逆になんかこう、なんだろう、僕がもう、うまいこと返せなくて申し訳ないって思いながら、ごめん、ありがとう、ってなっちゃっててごめんね。でもそうだな、すごい楽しかったし、写真集の話もそのライブの話もできてね、すごい、なんつうんだろうな、僕ってね、ご縁っていう言葉というか、人とのつながりで今を生きているというか、そこがすごくね、自分の中で強いんです。で、例えばだよ、この事務所に入ったのもご縁というか、とあるもういろんなところで言ってんだけど、アーリーウィングさんを受けた時にアーリーウィングさんの最終まで残って呼び出されて、こっからここまではアーリーウィングです、こっからここまでは新しくできる事務所ですって言われて、誰が社長なんですかとか、どういう方がマネージャーなんですかっていうのを聞いた時に、今のマネージャーさんの名前が社長として出て、でこの方がマネージメントもするんだけど、見ず知らずの人、何も知らない会社だし、お名前なんだけど、いっか、ここでダメだったら骨をうずめようって思って、骨をうずめる覚悟でここ入ろうって言って入って今があるし、それこそアーティストの活動をするってなった時も、オーディションで受かってエンディングを歌ってみませんかってなって、そのタイミングの時にその僕のマネージャーをしてくださっている人と、その一回別で仕事をしたことある方がそのアニメの、その制作っていうところにいらっしゃって、でその方と
うちの社長が、あのこいつ歌歌えるんですっていうタイミングで、あ、じゃあアーティストやってみませんかっていう、そこから僕のアーティスト活動は始まってるし、でそのタイミングでじゃあスタイリストさんは、そのメイクさんはっていうところで、でメイクさんも何も、まあ、あの何人かいらっしゃってるんですけど、どっちも僕が本当に最初の頃からお世話になっているメイクさんだったりとか、もうなんか全てがね、僕の場合はそういう、なんだろう、うん、一期一会の方が一期一会じゃないっていうパターンが多いんですよね。なんか人、情けは人のためならずっていう言葉があるじゃないですか。あれってあのこう人に優しくしておくといつか自分に返ってくるよ、その人のためじゃなくて自分のために人に優しくしておきなさいよっていう元々の言葉が、情けは人のためならずっていう言葉らしいんです。違ったらごめんね、うん、っていうのは本当にあるんだなって、このお仕事を本当にしてて思いました。うん、だからなんか頑張り続けてたらどこかでそういう風に素敵な人とはもう一回再会ができるんだなっていう風に思うので、今後もこれをね、なんか僕の一つこうマニフェストとしてやっていきたいなと思っております。ありがとうね、来てくれて。さあ続いて12月10日のアライブ写真集の発売記念イベントのメール紹介させていただきます。こっちもたくさんいただいたんですよ。こちらも2通続けて紹介させていただきます。12月10日にありました写真集発売記念のサイン会にご縁があり参加させていただきました。初めてこういった会に参加させていただき、あ、本物だと感動し、サインしているところはまじまじと見つつ少しお話もさせていただき、すごく幸せな時間でした。終わった後妹に話聞いてもらったのですが、かっこよすぎたしか言えず語彙力マイナスになってるよと突っ込まれましたが、とても幸せな時間でした。よかった。今回素敵なイベントを開催してくださり本当にありがとうございました。うん、ありがとう、こちらこそ。さあ続いてスイさんのお便りです。12月10日に行われたアニバーサリー写真集アライブ発売記念イベントの特典お渡し会一部第1部現地にて参加させていただきました。私はお渡し会が今回初めてだったので、始まる前からとても緊張していました。いざ自分の番が来る直前になると、さらに緊張度が増し、どうしよう、トキさんとうまく話せるかなとすごく不安になりましたが、何事もなく無事に終われてほっとしました。私は相手とのアイコンタクトが苦手なのですが、ちゃんとトキさんのお顔を見てお話できました。素敵な時間をありがとうございました。トキさんからいただいたブロマイド大切にします。うん、ありがとうございます。そうですね、1日で3回それがあって、でお渡し会サイン会、合計3部あったんですけど、たくさんの方に来ていただきました。参加してくださった方、うん、応募してくださった方、ありがとうございます。楽しかった。そのハイタッチ会の時にはなかなかこうトークというかキャッチボールができなかったから、うん、たくさんお話できたらいいなとも思っていたし、今回すごいね、僕もあ、これ嬉しいって思ったのが一旦のが、その待ってらっしゃるみんなと、その来てお話ししてくださる方たちとの間にこうパーティーションと呼ばれる、見えないようにするこう隔たりを作ってくださったんですね。あれってみんなも多分、あのこれがあると、うん、人の目を気にせずにお話しできるっていう風に多分あの思ってくださると思うんだけど、僕もそうなんですよね。あのともすると大きな声出ちゃうじゃない。だからなんかこうみんなが見てるからこそ、そんなに大きい声で喋っちゃうと、なんか言われた方も、だからその目の前にいる人も恥ずかしいって思っちゃいそうだから、結構ねやっぱりある時とない時でボリューム感とか言う言葉とかはやっぱこう調整しているんですよ。なので今回は本当になんか 100% 来てくれた人としっかりともうあの言いたいことというか、うん、あの伝えたいことを伝えられた気もしますし、すごくこう楽しい時間だったななんて思います。あとあの大丈夫、あのちょっと SNS 見たら言ったんだけど、あ、ちょっと字が違う、ごめんってあの言う方がいたんですけど、ごめんね、あのごめんねって、うん、そういう方、もしこれを聞いてる方でいらっしゃいましたら大変
本当に本当にすみません。書き直すことが本当に言って書き直したいんですけど、ちょっとそれは難しそうなので、ぜひもし次があったらしっかりと間違えないように書くので許して、もう次のサイン会があるように僕も頑張っていきますので、何卒よろしくお願いしますっていうね、写真集とブルーレイのイベントの話をたくさんさせていただきましたけども、そのね一期一会とか袖振り合うもみたいなことを言ってましたけど、それはこのスタッフさんだったりこっちの業界の人の話じゃなくて、だけの話じゃなくて、こうやってみんなとのこの時間も本当そうなんです。やっぱりさ、 YouTube で聞いてくださっている方もこうやって生でこのリアタイで聞いてくださっている方も、一日のさ30分っていう貴重な時間を割いてくださってるわけじゃないですか。一日っつったって起きてられる時間なんて十何時間しかないわけで、その中のこの時間をね、この聞く時間に費やしてくれて、でお便りだってこうやって送ってくれるじゃない。時俊一のために時間をすごいたくさんくれている。だからこそ面と向かってトークできるときは、たとえ数十秒でもね、みんなに楽しかったを届けられたらなって思ってるんです。だからそれこそ写真集ここが好きでしたっていう方もいれば、なんだろう、この間のモーの先行試写会行きましたとか、あとハイタッチやったのアンロックの時も行ってたんで何年ぶりですとか、みんなのお土産話ってあるじゃないですか。僕はそれが多ければ多いほどいいなと思ってて、そのためには僕が本業の声優っていう方で、あのアニメ出ましたとか、このゲーム出ましたとか、そういうことがずっとずっとみんなにこう供給できればできるほど、みんなからのお土産話って増えるじゃないですか。花道路のアニメ楽しみですとか、フリミネくん当てましたとか、そういうなんかみんなに新鮮な時俊一を、定期的に届けられるように、まあ僕はそれを恩返しって言ってますけど、今後も頑張っていきますので、2024年ちゃんと10周年でございます。来年も頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。来てくれて本当にありがとうございました。さあ、ということでふつおた以上でございます。引き続き番組宛てのメッセージお待ちしております。宛先は time@joqr.net までお願いします。それではここで1曲お聴きいただこうと思います。今回も来年1月24日に発売されるミニアルバムに収録される楽曲から初出しでまた新曲を聴いていただこうと思います。まずはね、フィルターをかけずに1曲聴いていただこうと思います。タイトルいきますよ。時俊一でトレジャー。You amazing lady, I wanna know you baby. 恋はいつでも突然の定め。君を知りたい今以上。I got a feeling you're so sweet tonight. このまま let you know I'm so into you tonight. 今すぐ君を抱きしめたくて。ありふれた言葉だけじゃうまく伝えられない想い、手の届かない胸の痛み忘れない。 I can feel my heart beats frozen night. You're my precious treasure in my life. 世界で一つの大事な宝物。どうですか？聞いていただきましたのはミニアルバムに収録される新曲トレジャーという楽曲です。めっちゃ良くない？自分で言うのもなんだけど、なんか今までのさ、僕のこう結構ツヤのある部分をファーって出す楽曲、アナザーバースでも結構そういうタイプなんだけど、たまにはこういうちょっとこう なんて言うんだろうな、緊張と緩和ってあるじゃない。それの緩和された方、なんかちょっと
リラックスした、なんて言うんだろう、ゆったりとした時俊一をこの曲ではお届けできてるんじゃないかな。あのさ、教会メトロっていうののさ、チケットっていうのあったでしょ。あれは結構なんだろう、自分の中でキー低めっていうか歌ってて、その時に結構ハスキーなっていうか息多めのこう歌い方をしてるんです。でその時になかなか今までこれをやると声として響かなかったっていうところがあったのね、その歌い始め、それこそグロースやってた頃って。なんだけどいろんなところを経験したおかげでそういう部分も響きがすごく強くなってきたっていうのを結構ね、いろんなその撮ってくださる方たちが言ってたんで、挑戦的に教会メトロでやってみたんだけど、あ、自分でもここいいなって思って、今回この曲も結構割とキーもなんか余裕のあるところで歌わせていただいてるんだけど、めちゃめちゃいい感じに仕上がったなと思いますので、この後多分視聴が出ると思います。そこでたくさん聞いてください。ということで、お聞きいただいたのは時俊一でトレジャーでした。さあ続いてはこちらです。時気になります。このコーナーでは僕時俊一が最近気になっていることや、まだ手は出せてはいないけどちょっとやってみたいことなどを紹介しています。僕はもう最近気になっているものといえば、もうモンハンの新作ですね。2025年に出るということがこの間発表されていましたけど、モンハンがね、今年で20周年とかいうことらしいんです。でポスターがバーンって出た時に、あのモンハンナウっていうのがこうボンって出たじゃないですか。モンハンナウはねめちゃめちゃ面白そうなんですけど、ちょっとウォーク系は二股は難しいんですよね。僕はちょっとドラクエウォークというものをやらせていただいてて、モンハンナウはちょっと今はやってないんですよ。っていうので、あ、多分20周年はこれでこう、モンハンナウで、よろしくお願いしますっていう感じなんだろうなって思っていたんですけど、それはもう全然別に不満はなかったんですが、ゲームが2025年に出る。しかも PV を見たところ、結構さ、今回はモンハンライズっていうのはこう和風な雰囲気が漂ってて、あれも僕大好きだったんですけど、モンハンのなんだろう、ゼロ地点というか原色ってやっぱりちょっとこう、なんて言うんだろうな、海外感、こう砂漠だったりとか、それこそサボテンがあったりとか、そういうちょっと荒野っていう部分がすごくこう前面に出てる作風だったのが、だから PV 見ると原点回帰しているような感じがして、いや楽しみだなーなんて思うんです。2024年を頑張って生き抜く、モチベになるなーなんて思いながら楽しみでございます。モンハンワイルズかな、というのが僕の一番気になりますでございます。さあここからは皆様の気になりますも紹介していきます。青にゃんさんです。ドキさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。ある広告を見て興奮冷めやらぬままメールを書いています。それはポケパーク関東のオープンです。読売ランドの敷地内にできるというこのテーマパーク、自然豊かな立地を生かして、あの関東地方を感じられる場所になるようで、今から楽しみでたまりません。ポケモンと共に過ごした幼少期を思い出しつつ、年を重ねてもずっと楽しませてくれるポケモン、それを早く全身で感じたくてたまりません。あ、ナナベルさんからも同じ関東、ポケモン関東をいただきましたということで、いやー、そりゃね、僕の耳にも入らないわけがないじゃないですか。関東っていうね、まあ僕たちの赤緑ですか、一番最初の地域なんですよね。そうだな、ポケモンっていうものがあまりご存じない方に言うと、赤緑があって金銀があってルビーサファイアがあって、でその後にもどん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 ダイヤモンドパール白黒って続いていくんですけど、赤緑金銀までは一つながりのこう大陸になってて、で関東と上都っていう風になってるんですけど、実はね、そのマップを俯瞰してみると、ここら辺まではあと、まあそうだね、一応ルビーサファイアあたりまでは日本列島のとある地域をこう切り取った形になってるんですよ。それがその赤緑は関東っていう、関東とは言ってるけど一応架空の大陸なんですよ。なんですけど切り取ると関東の地方の形をしているんです。でそれがその
上都地方っていう金銀の方はまたそこがつながってて、そこがねリニアでつながってたりするんですけど、それはもういいよねっていうのの関東っていう言葉を使ってるってことは、ポケパーク上都ね、ポケパーク方園ね、ポケパーク新尾、新尾なのね、ダイヤモンドパールは北海道の方をこう使ってるんですけれども、っていうのがゆくゆくはあるとしたいいですね。岩山トンネルの真っ暗なのとかやってほしい。花田の洞窟にいるミュウツーとかいいですね。あとこうね、アイススケートリンク上で、あのこうね、あの進んでこう角っこにこうねとかね、あとあのゲームエリアみたいな、そのゲーセンを作って、そのゲーセンのポスターの裏にボタンガールを押してみよう、ポチッとなってやると階段がバーンって出てきて、そっから地下に行って あのロケット団のアジトゲームっていうのがこうできたりとかね、あのタマムシティのデパートって言ってあのお土産屋さん作ったりとか、いやー夢が広がりますね。読売ランドの大きさで足りるかな楽しいですけれどもね、どうなっていくのか、はい、ちょっと続報を待とうと思います。はい、ありがとうございました。こんな感じで僕やリスナーの皆さんが気になっているあれこれ紹介していきます。以上、トキ気になりますでした。お送りしてきました時俊一ラジオタイムウィズユー、そろそろお別れの時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8002 文化放送時俊一ラジオタイムウィズユーまで。メールの場合すべて小文字で time@joqr.net まで。タイムの綴りは time です。この番組は YouTube 時俊一オフィシャルチャンネルにてアーカイブが配信されています。詳しくは公式 X のお知らせをご確認ください。続いて僕時俊一からのお知らせです。時俊一バースデーライブ2023グロリアスワールドブルーレイ &DVD、 そして写真集アライブが発売中です。さらに来年1月放送のアニメは2つタイアップがございます。テレビアニメループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫するのオープニングテーマ Another Birthday を収録したミニアルバムが1月の24日。そしてテレビアニメ月刊妄想科学のエンディングテーマサイエンスが2月の21日にそれぞれ発売いたします。店舗別特典やリリースイベントも決定していますので、アニメと合わせてお楽しみに。ということで245回の放送をお送りしてまいりました。なんと246回の12月28日次の放送が年内最後の放送でございます。体崩さないようにね、いい年末を迎えられるように、今が一番多分体調崩しやすい時期ですから気をつけてくださいね。それではお別れのお時間です。この時間のお相手は時俊一でした。来週も僕と同じ時間を過ごしましょうね。バイバイ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。